美味しそうだね。美味しそう。腹が減った。どっかこの辺にピザとパスタが食える店はないかな。場所は三芳町のチャーシュー力の近くにあるよ。今日は3人で農園レストラン伊佐衛門さんに来た。開店前から人が並んでいて、店の奥には花がたくさんあって素敵なとこだ。いよいよピザの登場だ。3人で食べるのもなかなかのボリュームだ。パスタも2種類注文した。これはうまい。こちらのミートソースもいただこう。でもパスタはそんなに伸ばさない。これはどんどん食が進む。ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。素敵な食事でしたね。今回はね、これでは終わらないんですよ。先ほどちらっと話したね、お店のね、裏にあるね、お花やね、いろいろあったんでね、そちらもね、最後ちらっとね、ご覧ください。これもね、料理を楽しんで、景色もね、楽しむ。これ素晴らしいですよ。VTR、スタート。